回を迎えました。ゴーゴーご機嫌ママが39回、隔月ね、奇数月の第4土曜日やってるイベントでございますが、今日はですね、第1ステージは、タイムカプセルアルマゼロ初出演でございますが、はい、なかなか私も今クラッとしましたが、なかなか今日はケントスになってしまったような素晴らしいです。タイムカプセルさんは初めてですか、バンドとしてライブは。バンマスは、あ、なんで麦わらの夏ですか。ということでですね、バンド結成して初ライブって聞いてるんですけど、実はそうです。実はそう。じゃあ今日筆下ろしということで、今日は所長、筆下ろしとか所長とか言ってませんけど、実は皆さん実は童貞だったりし、すいません、みんなついてきてくださいね、このくだらないギャグに。お前に言われたから。はい、ということで、タイムカプセルさん、今日は頂上ステージでございます。はい、それでは私のくだらない喋りはもうこの辺にしていますね。じゃあ今日はすいません、3時間半ぐらいやっていいですか。構いませんので、ね、終電がなくなるまで、皆様の命がなくなるまでお届けします。誰か止めてくれないか。はい、それではよろしくお願いします。じゃあタイムカプセルさんのステージでーす。はい。
はタイムカプセルです、ボーカルユリで砂に消えた涙を、お送りいたしました。あ、その一番目の席に座っていいですよ。そのビールを渡してもらって、はい、ありがとうございます。すいません、砂に消えた涙でした、はいはい、この曲はね、もともとイタリアの曲で、うん、イタリアの現代は直訳すると砂の穴、穴らしいですよ。砂の穴、砂の穴ではね、ヒットしなかったんじゃないかなと思います。そうですよね。すいません、ちょっとね、私レコーダーにスイッチ入れるの忘れましてね、ちょっとなんか喋っててもらえますか。じゃあ、アビルさんにおしゃべりを。私ですか。はい。いきなり。台風はどこ行ったんでしょうね。どうでしょうね。来週聞きますか。はい。あ、終わりました。続いて、2曲目、3曲目、Be My Baby、ロコモーション、続けてお送りいたします。Be My Baby、Be My Baby。Just I never let you go. So
タイムカプセル、これは一体何かというとですね、はい、古い曲、オールディーズ、うん、古いだけじゃないですね、本当はオールディーズ、バッド、グッディーズって言うんですね、古いけど良い曲、タイムカプセルの中から引っ張り出してきて、演奏する、マークさんがつけたんですよね、素敵ですよね、そうですね、こういうあのタイムカプセルっていう名前で、ね、昔からつけたかったんですね、昔から古い曲が腐らないようにタイムカプセルを入れておいて、うん、時々こう出してきて、うん、あのよく拭いて、でまたしまうと、はい、普通タイムカプセルって10年に1回ぐらいこう、はい、保存状態を確認させる、ということは私たちのライブはあと10年後ですかね、あ、なるほど、本当ですか、それはいけませんね、まあ、半年に1回ぐらい、そうですね、お願いします、続きまして、はい、しっとりした曲です、この世の果てまでという曲です、この世の、あなたにさよならを言うときこの世が終わるという曲ですけど、ということはさよならを言わなければいいんですね、そうですね、そういう気持ちで聴いてください、この世の果てまで Rest assured. Don't say that it's in the world, but you don't love me anymore. Why do the birds go singing? Why do the stars glow?Don't say no, it's in the dark.
昔このカラーで口紅の意味がよくわからなくて、カラーってエリなんですよね、うちの娘エリって言うんですけど、本当ですか、まあ、それは関係ないんですけど、この曲はなかなか凝ってて、あのパーティーの時に自分の相手の男がなんか姿を消してしまって、パーティーの時で帰ってきたらなんかエリに唇がついてた、そういう曲なんですよね、らしいですね、そういう時なんて言いますか、コラって言いますよね、まあ、そしたら男はこう答えたんですよ、これこの口紅お前のだよ、そしたら女性は私のはもっとピンク色よと、そういう曲なんですね、なかなか面白い曲ですね。で次にお送りするのは、単純な曲です。マークさんすいません、私喉がカラカラでお水持ってくるの忘れちゃいました、Oh.
でも歌いたいっていう男性がいるんですよ、メンバーの中にね。いらっしゃいますね。Thank you.
それからアイソファスタンディングでは、アビル・ヒロイキお送りいたします。はい、続きまして、再び嫉妬いたしたボーイハントというところなんですけど、ボーイハントはこれはなんか一見あの現代みたいですけど、これは日本でつけられた曲名なんですよね。ハントっていうのは普通男性が女性をハントするんですよね、普通は昔の感覚だと。だけどこれは逆にボーイをハントするとか、そういう、曲名で、当時ハントっていう言葉が流行ったんですよね。今だったら何て言いますか。ナンパ逆ナン。そう逆ナンが正解です。逆ナンって、逆ナン、でもナンパって随分昔から聞く言葉だから、今の若い人は何て言うんですかね。でもなんで、やっぱり逆なんですか。若い人いないから。わかんないですね。では逆難の歌ですね。ボーイハント。すいません、デカ長さん、はいはいはい、お水をいただきますか。アルコールなしの水。これね、まずいは僕じゃなくて、ちょっとお店に行ったようなこれ、濃いのがなかなか
というわけで、2人だけのデートですけど、普通デートって2人だけなんですけど、はい、すいません。でもダブルデートってのもありますね。そうですね、素敵ですね、はい、スワップデートってのもありますね。やらしいですね。話が悪くなるので次にします。はい、行きましょう。2人だけのデートお送りいたします。She said, I'm not sure.
最後の曲です。なんとかなんとか最後まで来ました、ね。この曲は広田美恵子さんの曲で歌ってる曲です。途中でね、途中でうなったりね、声がひっくり返ったりするのがあるんですね。変わった音ですよね、これ。そこが私大好き。あ、好きですか。うん、原曲はイタリアかどうかの曲ですけど。あ、そうですか。広田美恵子さんの音が魅力的ですね。はい、では最後の曲です。かっこいいツイスト。Thank you.
皆さんでした。もう一度、どうも。